こんにちは、梅ちゃんです。はい、ということでね、今日もいつも通りね、商品紹介していこうかなと、思ってるわけなんですけども、今日皆さんで、ね、金曜日でございます。これからお酒飲む人もいると思うんですけどもね、そんな人のためにですね、お酒のあてにぴったりな、スナック菓子をちょっと見つけてきたんでね、今日はそれを紹介しようかなと、思ってるわけなんですけども、お酒飲まない人でも全然楽しみますからね。そこら辺は叱らず、ということで今日ご紹介する商品はね、うまい納豆チップル。うまかっぺ。うまい納豆チップルは香ばしいサクサクのうるち米におなじみの納豆の美味しさを絡めた軽い食感のお菓子です。納豆特有の粘りと旨味をぜひお楽しみください。そうなんですね。だから納豆チップルっていうのはですね、まあ、ざっくり説明したと、納豆とご飯のチップス、あ、もうチップスって言っちゃった、てかチップルって何っていうね、話なんですけども、チップルが何なのかっていうのはね、ちょっと書いてないですね。言葉の由来みたいなの書いてなくて、まあ、僕が思うチップルなんですけども、まあ、多分チップスとなんとかルーがね、多分一緒になってチップルーって言われてるんだと思うんですけども、そのなんとかルーがね、一体何なのかっていうのをね、まあこれからちょっと調べていきたいなと思います。それでは早速ね、ヤフーでチップルの意味を調べてみたいなと思います。納豆チップルでね、ちょっと検索してみたいなと思いますね。はい、出てきました。公式のサイトですね、納豆チップルの。開くとこんな感じになってますね。かなり文章が少ないですけどね。なぜチップルなのか、書いておりません。一切なぜチップルなのかっていうのは書いてないですね。うわ、もやもやするわ。それでは検索方法を変えまして、チップルでね、ちょっと調べてみたいなと思いますね。チップルで、ね、お、出てきた。英語英訳英和辞典でチップル出てきましたね。ちょっと開いてみましょうか。英語なのかな。出てきました。いや、これちょっとね、英語のだったらね、その意味がね、この納豆チップルにこうカチッてはまるようなね、意味とかだったらね、ちょっとすっきりしますよね。じゃあそれではね、早速ちょっと調べてみたいなと思いますね。出てきました。チップルの意味。アルコール飲料または強いお酒。それでは早速ね、食べていこうかなと思うんですけど、その前にですね、ちょっと見ていただきたいんですけども、こちらね、納豆味のうまい棒って皆さん食べたことありますか？僕はね、最初食べた時結構な衝撃だったんですけども、最初はね、こうやって噛んでるとね、サク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 するんですけどね、だんだんこう噛んでいくとですね、ネバ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 ヌル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 、それはそれはもういやらしい感じに仕上がっているわけでございますが、こちらの納豆チップルの方も、それはエロエロエロ美味しく仕上がる。それではね、早速食べていきたいなと思います。こんな感じですね。少ないんですけども、こうね、こう取ってみてみると、結構一枚がね、分厚い感じになってます。なんかね、エビセンみたいな感じですね。それでは早速食べてみたいなと思いますね。間違いない。やっぱりね、こうやっていくつか食べていくと、口の中はちょっとね、ネバネバしてくるような感じがしますね。でもそんなですね、そんなでもないですね。ちょっとね、からしの風味があるのがね、たまらなくいけてますね。最高。はい、ということでこんな感じになりましたね。個人的にはめちゃめちゃ美味しかったんじゃないかなと、思います。僕はですね、もともと納豆が大好きなんで、まあ、納豆が嫌いな人をこれ食べたらどうなのかなっていうところがあるんですけど、まあ、だいぶね、まあ、納豆の臭みみたいなのが取れてるような気がするんですけどね。で、4枚目ぐらいまではですね、粘りも出てこないし、だからまあ嫌いな人でも4枚ぐらいまでは食べられるんじゃないかなといった感じではないでしょうか。で、肝心な味なんですけども、まあ、先ほども言いましたけどね、ちょこっとこう、からしが入ってるような感じがね、たまらなく美味しかったですね。もっと言わせてもらえば、後味はね、ほんと、からしとネギが入った納豆を食べたようなね、そういう後味というか、もうほんと納豆好きの僕としては、ほんと最高の一品でした。本当に酒のつまみにね、ぴったりじゃないかなと思いました。納豆チップルでした。バイバーイ。